ザマ市議会は神奈川県ザマ市に設置されている地方議会である。ザマ市議会の定例会は毎年3月、6月、9月及び12月に招集され、その他にも必要に応じて臨時会が開催される。議会運営委員会は議会の運営が円滑に行われるよう本会議における議事の順序や進め方など議会運営の全般について協議し、 意見調整を図る場として設置されている委員会である。委員の定数は8名で、各会派1名と所属議員数の比率により、委員を選任する。座間市議会は、議案や請願、陳情をより詳しく審査するため常設の常任委員会を設置している。各常任委員会は、それぞれの所管事項についての議案や請願、陳情を審査、調査する。現在は、 条例によって4つの常任委員会が設置されており、予算決算常任委員会は、議員全員が所属して、予算決算の審議を行う。その他の3常任委員会については、議員はいずれか一つの委員会に所属することとなる。また、委員の任期は1年である。特別委員会は、特に必要があると認めた案件や、常任委員会の所管に属さない、 特定の事項を審査する場合に議会の議決により設置される委員会である。現在一つの委員会が設置されている。2020年9月20日執行当日有権者数109,085人、最終投票率45.00%、定数22人立候補者数26人。ありがとうございます。